リオン師匠の、ふかつりぼり。リオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今週も、ふかつりぼり、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日も、視聴者の方からいただいた質問に、ぜひ答えていただきたいんですが。うん、今日はですね。リオン師匠は、今までに、いろいろな魚を釣ってこられたと思うのですが。 JGFA や IGFA に記録申請などをされたことはありますかという質問でございます。うん。ちょっと考え込むよ。はい。<laughs> あれですね、あのあ<っ>魚の日本記録とかを申請するやつですね。うーん。あのねー、 これで、そうか。まあ、何度も聞かれたことあるよ、学校に <laughs>、うん。聞かれたことあるんだけど、これね、僕の釣りに対する根幹的な、根本的な理念の問題なんだよ、ほう,ほう,ほう。まあ、結論から言うと、やりません。なるほど。あの、日本記録はおろか、世界記録クラスが釣れても、あの申請しません。 僕はお<ー>それは何かというと,と,いうと僕が釣りに求めてる世界観とその記録申請というものが全然そのリンクしないんだよ。おなるほどなるほど。ほどもっと分かりやすく言うとそこに僕興味ないんです。うん、うん。僕の中にあるのはその現場での一期一会なんだよ、魚は。はい。 ね、僕の年齢ですから釣り歴長いですよ本当にうん、うん、まああのあ幼稚園の頃からやってるわけですよ小学校時代ずっとやりました中学校時代もやりました高校生になってちょっと色気づいて回数が少し減ったけど回数は子供時代より減っても本格的な釣りするようになったよねやっぱり 7ぐらいか、うん、で僕らの時代ですからねあの大きな釣りクラブがたくさんあったんだよね。はいうん、で全日本サーフっていうところね所属してましたよっていうのは何回かこの深釣り声でも多分言ってんじゃないかなと思うけど全日本サーフとかね荒磯、えーえー、クラブ、まあ、こ,れこれは次第だな。うん あと、倫理会っつって、これは、イなめの投げずれを追っかけてたクラブと、それから、一番僕の中にビタッと来たのは、広島竿釣りクラブという、はい。あの、リールをついたタックルを使うの全盛期だったわけ、なったわけ。はい。一番最初に、その、リールを使った釣り道具が大爆発した時代に、ちょうど僕が17、18だったのよ。<laughs> お<ー>、うん だから当然そっちへ向かったわけなんだけどそれがだいぶ進んで僕は20代になったかならないか頃に広島サワザリクラブの木原会長木原名人瀬戸内の釣り仙人に出会ったわけねはい理念がすげえないねあの魚にもアドバンテージあげなきゃならないお<ー>魚と釣り人は五分五分であるべきだ えー、リールなんて卑怯なものを使うなという。なるほど。要はその近代的な調具を使わずに江戸時代に花開いた日本の釣りのもう根幹である野辺沢の釣りっていうのがもう原点だと。 うん、それでどこまで大きなお魚さんと勝負できるかっていうのをそのサウズリクラブの会長たちはやってたさんたち。なるほどそこにねあの痛くなんてかな同調したというか憧れたというかしびれたというかすげえなとびっくりしたというか、うん、だって僕その頃ルアーマンだもんもう <laughs> ああそうかそうかそう僕17歳だからクローズドフェイスのリールに あの短い5フィートぐらいのグラスロッド、うん、つまり渓流から始めたわけだよね。うん、で渓流で、えー、ルーアーフィッシングやってや,やってた後に出会ってるわけサウザンとだからねすごく新鮮だったよね。うん、で話をあのお返事に近くこう持っていくんだけどはい魚卓取るんだよね。 おおなるほどでっから釣れたらはいはいうんでサウザルクラブにはキジハタのノべザオだからね言っとたけど <laughs> ノべザオの記録のキジハタが55.5センチだおお<ー>うんでかいよねめちゃめちゃでかいですねね取れないんだよ普通うん50超えるとねノべザオじゃほとんど取れないから55.5はねなかなか凄まじかったね これはね、ナイロンラインの4号の通しだった、先輩が釣ったのは。おお、それぐらいの太さなんですね。うん、す,すごいな。そうそう、ナイロン2号、3号でやってて、取れないやつがいるっての、先輩気がついて、うん、で、食ってくる時間帯まで分かってたのね。おお<ー>。夜中の1時から2時の間が、先輩がその好きな仕様で行くと、そこ入ってきて、こう。 壁沿いに回遊するみたいな四季四季は。で通って通ってとうとう取ったのが50.5。50と50.5と立て続けに釣ってたな。で、あの、クラブ記録としてその魚卓に取るのよね。はい。僕ね、もうそれが、そこ、もうその段階で嫌だった。お ヤマメもイワナもね結構人に自慢できるぐらい西中国産地のイワナで4 0ンチオーバーってなかなか釣れないのよ。お<ー>で僕は釣ってるんだよね45ぐらいを。うん、それはあのクラブ関係なくね。はいいらないのお<ー>ほら考えてごらんフライとか渓流ミノウイングで魚拓取る人います確かに いないよね、今。経営、うんうん、業はあんま見ないですね。そう。企業で魚卓取るのはね、基本に餌釣り師さんだよね。ああ、なるほど。で、そこを攻めてるわけじゃないよ。<laughs> はい。自分の記録として残して、こうお部屋に飾ってるけだけで、額縁入れて。うん。で、その魚を釣った時をこう思い返して、あるいは単人に見せて、どうやって言うために魚卓取るんだろう,うけど、 もう魚に炭塗るっていう時点で僕渓流出身なんでお、うん、大きな抵抗があったのああちょっと分かりますねはい美いしくいただくかその場で逃がすかのどっちか,らか、うんうん。まず根底にそれが一つあるなるほどそれが一つとねえー、広島サウズリクラブ時代だったんだけどそ、えー、広島サウズリクラブっていうのは 50人の人数限定というクラブなのはいはいはい。あの人員の院ね。はい。要するに人,人数限定なのね。はい。50人以上は増やしません。誰が何言ってもだめですと。えー。で、誰かが抜けて49人になったら1人枠がある。はい。で、入れるとすると、えっ、ー、とね、クラブ員3人以上の推薦がないと。 おなるほどあと1年間予備期間いりますよみたいな。どういう予備期間かっつったら年間に、えー、5回行われる釣り会があるわけ釣り大会、はいはい、サウズリークラブのねうんその5回のうち3回は来ること、はい、あの出場するというのはで1年間みんなに様子見られるわけさ。 <laughs> なな用期間みたいな感じでとです、ね、そうそう釣つってるところ様子見られちゃうのまあそんなところへあのー、当時僕が一番年齢若かったんだよな入会者としてははいもう僕はもうあの推薦者が会長だったんで <laughs> 強かったよね <laughs> で あの入会したんですけど49会長を含む49人のクラブ員に対して入会する時には、まあ、ちゃんとご挨拶するわけですよ挨拶と、はい、自分がどんな釣り人であるかを一応お話しするわけねだから当然その渓流でルワーフィッシングもともとは延べ沢で渓流やってたけど17歳ぐらいからルワーフィッシングで楽しんでますと。の、はい、挨拶するから先輩たちは 僕がルアーやるるの全員知ってるわけよ、はい、で僕含めて50人のクラブ員でルアーをやるのは会長と僕しかいなかった。へえー、そうなんですね。うん、で若い角がルアーをやると。はい、困ったことが起きてね。何でしょう僕が釣り替えで入賞もしくは優勝すると、はい、あいつはルアーで釣ってきたんじゃないかって言い出す。 おハなるほど。で実際に疑われて文句言われたことがある「はい。お前車の中にル,ルアタックル置いてないやろな」とか「お<ー>いや持ってきませんよ野辺蔵クラブなんだから」って。でだんだんなんかこう一部の先輩たちの間で若い僕が連続入賞優勝するとこう数年のうちに。はい やっかみが来るんだよっぱね。<laughs> でその圧力がどんどんあの多くなって、僕はある日会長にあのー、大会を申し出た。おお<ー>。あのこのままじゃね大正時代から続く優秀ある伝統ある釣りクラブ。 にそのなんだろうなとってどうしても僕がそのさざさざ波以上の波を立てちゃう、うんねうん、揉め事の原因になっちゃうんで、うん、もう会長のもとね数年間本当にたくさん教えていただいて十分満足もしてるしクラブ員でなくても僕はその延ウクラブの理念とか会長の釣り 釣り人としての会長に対する尊敬の念は一生持ち続けるからみたいなことで止められたけどやめたおおなるほど。そういったことが原因にやめた、はい。でそこからパンと、えー、10年15年経ったと思って、はい、ソルトでもうガンガンルアーやってるわけねその頃うん。でメバリングアジングというネーミングすらなか,なかったからメバリングという名前がギリできた頃。 広島市内の、えー、ショップでメバリングの大会があるわけです。はい、で、もうすでに僕はね、その時代には大会というものに出ることをよしとしないような状態になってたんです。うんそのサウザリクラブのことがあったりして。はい。つまりね、人と競うことをよしとせずなる,すおなるほど。んだよ。 うん、でまあその広島の、えー、釣り具店でのメバル大会でやると本気になっちゃうじゃない <laughs> なるほど確かに、うん、出るからにはね出るからにはで2年連続優勝して3年目にも2位になったのねはいところがこの2位はね実は間違いだったのよへえ 1>, 1位だったのの位人が嘘ついたはははいはい、はい、でそれがもう完全、完璧なるそばで見てたという証拠付きでばれたのが、はい、大きいメバルを釣った人にお金出して買ってきてるんですよ。<laughs> で、優勝したわけ。はいで、この釣り大会さ、お金が絡んでたの。あ、賞金が出る賞金が出る、はい。うん。 まあ、ということで、まあ、実質、僕は3年連続優勝くらいの成果を出してたんだけど、その、お金出して人のメバル買ってまで、えー、その優勝したがるお。お金欲しいんじゃないと思うんだよ。うん。権威が欲しいんだよね、自分はうまいんだっていうね。うん。それをね、見たとき、ものすごいショック受けて、俺、ね、釣り人として。ああ、なるほど。 うん、何のために釣りしてんだろうなこの人たちと思ったの。うん、うん、でそんなに人の聴覚がそこまで気になるのと。うん、誰のために釣りしてんの人,人の評価を求めて釣りしてんのっていうところにもうその当時からものすごく強い僕は、うん、疑念と疑問とあなんだろうな悲しさ。はい もう覚えてね、うん、だからもうそ,のそれが30代半ばかあ違うなあそのサウジョリークラブで揉めた時は30代の後半だったんだよ。はい、でそのメバリング大会連続優勝っていうのはあのー、40代の最後ぐらいだ,、うんうん、だから30年ぐらい前にあゃったっちゃうよね。 えー、もうそういうのをね何度か重ねていったりそれ以外にはその個別の釣り人との,その現場でのとかいろんな釣つ似たような、はい、ことが原因となって釣り人同士のいさかいとか争いとかを見るにつれどん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 そこは嫌になっていくから見ないより見ないように触れないように近寄らないように僕はなっていったわけね。 僕の釣りは僕自身が幸せになるための釣りなんですよ。なるほど。うんで、僕の元々の持ってもらった魚釣りに対する興味は魚のサイズじゃないんだ、ね。基本がうん。ちるもちろん大きい方が嬉しいでよ。はいうん。渓流山って奥深いところへね。崖を降りてね。ロープ松の木に縛ってまで降りてさ。一人で山の中で。 ここの奥のあの縁なんとかして行きたかったけど頑張って行ったらなんかでっかい岩が出るんじゃないかってもうドキドキしながら行ったからそれはお大きな魚に対する興味はもう当然釣り人だからあるんだけどだからといってそれを記録に残したり人にこう見,せ見せたりっていうことがもうもともとないんだよ釣った時点で満足してるわけ。うん で、この素晴らしい出会いと美しさはそこで紹介してるわけじゃん。なるほどで主みたいなやつ持って帰らないのよ僕は昔から。<laughs> うわーもうありがとねーっつって帰ってもらうわけ食べるのは食べ頃の例えばアマゴだったら23から25センチ粘るも一緒なんだけどね <laughs> うん、うん、20から23センチぐらいしか持って帰らないの。のそれのあの肉厚の。 ポテッとした健康そうなおいしそうなやつだっけねあと匂いのいいやつねおお<ー>一匹ずつ違うから匂いが、うん、美味しい魚食べようと思ったらみんな真似して余談だけど <laughs> <laughs> 匂って美味しさのな匂いをするやつは美味しいおお<ー>臭いやつは大体まずい <laughs> なるほどまあそんな僕なので JGFAIGFA も知ってますよ若いとこから当然でもう自分ですら覚えてないけど 書くそれちょっと申請した方がええかもねみたいなことは言われたこと何度かあります。うん、興味がない。興味がないというしたくない、うんそ。そんな形で残るのは嫌なの。僕の心の中だけ残ってれいないのそういうトロフィークスの魚とのやり取りの思い出っていうのがね。うん、あとその若い時はね競争したいよ、確かに。うんうん、釣り大会の問題。 結構覚えててないぐらいら数出てるよその、はい、全日本サーフだったらサーフの釣り大会だからキスとかカレーとかアイナメの大会出て、うん、やったからこそ分かるんだけどあ俺向,向いてないっていうかあの嫌だなっていうのはね、うん、なあの楽しくないのよ人と競争する釣りって奥、うん、はよなるほど楽しい人もたくさんいるの分かってるよあね うん、競うっていうことに楽しさとあの、なんだろうな、ぎりぎり一生懸命、心底を頑張るその緊張感であるとか、集中力であるとかで、その上で出場者50人の中で優勝したとかいう喜びも知らなくはないで、僕もね、自分優勝してるんだから。うん、<laughs> だけどね、それによって生まれる人間関係が嫌な、うん、すごく嫌な。 な、まあ、なかなか釣り人がたくさん集まると、いろいろなこと起きたりしますしね。<laughs> うん、僕が一番味わいたい、感じたい釣りが、その記録を魚拓だとかなんとかでこう残すことによって、なんか僕はあのメジャーあんま当てないでしょ、はい、プロなのに。<laughs> あこれ30センチあります、はいっ言って、おまほんまかって言われてるよね、いつも。 <laughs> ちゃんとメジャー当てた写真撮れとか、動画でもちゃんとメジャー当てろとかいう人いっぱいいるよ。はい、いや、だから29センチと30センチの何が違うのって話だよね。うん大きいメバルじゃない。<laughs> そうですね。そ <laughs> んなことに興味ないんだよで、嫌な、だから当てないんだよ、ね、メジャー。手弱でいい。んあこれはもう30は絶対超えてるね。自分の中で自信があるじゃな、ねはい。3ミリ、4ミリしか狂いがないからね、僕、30を測るとき。 うん、それも自分しか知らない話だけどねうん、まあだからね JGFA、IJFA に申請しないのかと言われるら答えはもうしませんなぜですかってね今お話しした通りだし、うんえー、理由に関してはいくつかあるよねううん、うん、刹那、うん、の出会いだとだよと僕思ってるしそれを形にして残したくないねこれは多分僕がね こっちの量が好きでも同じことすると思う。おお<ー>、ね。あのねえカリフォルニアに3年間住んでた時期もあるから釣りの大好きな葬儀屋の社長の家とかでも泊まったことあるんだけどはい鹿の首とか壁飾ったんだよやっぱり。あああの頭部の剥製が。ああはい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 なるほど。あれが嫌でねうん。 だから俺にとって一緒なのよ。魚卓も剥製も、あの鹿,、うん、鹿の角が壁からにょって首がでくれる。はい、もうあれが嫌なのよ、すごく。うん、それはもう魚の剥製ですら嫌なの。同じ、うんうん。魚卓も似たようなもの。それが答えですね。で、申請するとなると大変だよ。知ってるのかな質問したさん。結構いろいろ あの細かくレギュレーションがあって、うん、そうね。キューベざっとその、あげれる、なんとなをよ、マらなきゃけけないか。あの、例えば、ジギングだったら、フックが何本までとか、あと、糸は、うん、えっとこれを使わないといけないとか、それぐらいしか知らないですけど。うん。IGFA、JGFA、の認定したあの、デストライねはい。要するにジップ ポンドラインでの記録ですよっていうのは、うん、10ポンドで切れるように作ったり、ねうんうん、だから計測して12ポンドの魚もり重さも吊り下げられるような糸は失格なわけ。うん、そうすると、その IGFA、JGFA 認定ラインだけを使うようになるんですよ、はい、日頃から。うん,、うん、めんどくさい <laughs> <laughs> 確かに好きな糸使いたいたそんなことまでしたくないよ、熟成 <laughs> のために。で、俺はやったことないかわかんないけど、あれ、浸水、ね、に魚体出さないといけないでしょ、たぶん。あ<ー>もしくは誰かの認定のもとに、きちんとしたその、レギュレーションに沿ったメジャーで測った写真とか、もうしっかりした証拠がいるわけでしょ。うん、そうですね。うん、ほぼ魚デッドになるよね。 お時間かかるもんだってあんなもの、まあ、確かにパッドはなかなかできなそうでですねできないと思うよほとんどデッドになると思うよ俺は、うんまあ、それも理由だよね、うんうん、それよりもっと素直にシンプルに自分のために魚釣り楽しみたいし僕と同じような傾向でいらっしゃるであろうアングラーさんたちに 僕が自分で正しいと思う釣りの楽しみ方を共有してほしくてやってるだけだこの仕事を。うん。<laughs> はい。こんなとこかな、どうキュウべ。<laughs> いや、あの、すごくいいお話でしたね。多分インクスユーザー、この視聴者の方には、レオンさんと同じ考えの人も結構いると思う。うんな。あの、その辺の共感してくださる方は、 非常に、さ、ね、ユーザーさん、サポーターさんの中で多く。うん、しますね。まあ、でも、あれですよね、その。やっぱり、人って、あの、記録を目指すとかに、やっぱ、すごいモチベーション湧く方もいたり。そこは、こう、ね。<laughs> スポーツとしてう、いいだって、キューブ、今、いいワードくれた。はい。野球選手でもいたじゃん。記録より、記,り記憶に残る。 選手は、なるほど。はいはいはい、はい。分かりやすい、ありがとう。<laughs> 僕は、記憶に残りたい。うん、なるほどお。そこはあれですよね。まあ、その、選手によっていろいろ考えがあるので、そう,そう,そ,う,そ,うそう、おのおの、ね、考えればいい話というか。うん、だって、僕の魚釣りは仕事じゃないので、いまだによ。 魚釣り全体を仕事にはしてますよ、さを作ったり、ルアー作ったり。はい、でも、釣るという、僕の、僕自身の釣るという行為は、僕は仕事にはしたくない。うーんなるほど。で、嫌でしょうん。<laughs> キュービーだってきっとそうよ。そうですね。仕事が釣らなきゃならないとなったら楽しくないじゃん、もう。んんんうんうん、うん、楽しんだ釣りをしてるところを、動画で撮る、写真で撮る。 でそれをメーカーさんが仕事にするのはオッケーでも押し付けられたくないよね <laughs> こうやって釣れああやって釣れみたいなね。うんうん、うん、うん。アジング行っててさ、大きなメバルかけたり、大きなチヌかけたり、うん、あ傷たも釣れないし、あ喜んでると、メディアさんはそこ全部カットするんだよな。<laughs> <laughs> 今日はアジのロケなので、他はそょなっちゃうんですね。 あそこで,でっかめやっぱりいっぱい釣ってるけどちょっと釣っていいたらダメですとかねえ,えみたいな <laughs> あったよ僕もこの25年間で何度ももう言い,い加減にしてよって感じで <laughs> ということで皆さんそんな感じでございますはいはいレオン師匠今日も面白い話ありがとうございました <laughs> はいぜひあの視聴者の皆さんあのご自身の考えとか動画の感想コメント欄までお寄せくださいまたあとレオン師匠に こういうのを答えてほしいという質問があったら、ぜひそちらもお願いします。あと、ぜひチャンネル登録と、この動画へのグッドボタンもよろしくお願いします。お、花火出ました、ね。<laughs> はい、今日も出ました。<laughs> リオン師匠、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。よかったね